元プロ野球審判員、リクエスト制度に、公開処刑されてる気持ちです。MLB で2014年から導入されたチャレンジ制度の日本版化、18年から導入された、リクエスト制度。元責任審判は語る、リクエスト制度を要求されるのは審判にとって恥なわけです。我々はジャッジするのが仕事なのに、自らでジャッジする機会を機会に奪われるわけですから。語弊があったらご容赦願いたいのですが、審判にとっては、公開処刑、の心境です。テレビのリプレイ映像で視聴者は真実をわかっているわけですし、リクエスト制度に関しては受け入れざるを得ない状況なのは審判員としての共通認識です。リクエストを受けた当該審判は別の場所に控えています。私は判定通りだったら、判定通り、と肩を叩きます。ジャッジした当該審判はほっとしますよね。逆だった場合、すまないな、判定変えるよ。その精神的作用たるや、きついものがあります。ミスすんなとは言わんがちゃんと是正してほしい。そんなことより選手にあるはずのないアウト一つつくことを考えてくださいよ。ミスジャッジされる選手の方がかわいそうだからあった方がいいよね。いつだったかアメリカのチャレンジが成功しまくってたのにて雰囲気アウトがどれだけ多いかよくわかった。まあやべえ誤審がすぐさまさらされるのはきついってのはわかる。3時間以上集中して判定するってのは大変なのはわかるしミスは仕方ない。そもそも完璧なんて期待してないから機械導入してでも少しでも正しくジャッジできるように頑張るのが良い審判やろ。あれだけ多角的なカメラ映像と即時再生される世の中で人間の目8個だけで完璧な判定なんてもう無理やろ。即時のルール判定は人間が必要だから審判の目をサポートするシステムが必要やな。リクエストのおかげで審判すげえなとかこれは仕方ないなって思えることが増えて良い制度だと思ってんだけどな。すまんなえんやでの精神があれば。ご視聴ありがとうございます。よかったらいいねとチャンネル登録お願いします。